はい、皆さんこんにちは、たつのりです。今回この動画ではですね、 YouTube の動画の検索履歴だったりとか、 YouTube の動画の再生履歴をですね、削除したり、その履歴が残らないように設定したりする方法をですね、紹介していきたいと思います。まず最初にですね、 YouTube の再生履歴を削除する方法を紹介します。で、 YouTube のアプリ開きまして、で、この画面右下のライブラリっていうところがあるんですけども、その部分をタップします。その部分をタップするとですね、この画面上の方の部分にですね、履歴というのが出てきてますので、その削除したい動画があったら、その動画をですね、指で長押ししていただくと、このような表示が出てきますので、再生履歴から削除というのをタップすると、再生履歴が削除されます。で、まとめてたくさんこう全ての履歴を削除したいなんていう時はですね、ここに表示されてます全て表示というところをタップします。で、全て表示っていうのを押すと、この再生履歴の画面が出てきまして、この画面右上にですね、3点リーダーがあるので、そこの部分をタップします。そこの3点リーダーをタップするとですね、ここに全ての再生履歴を削除というのがありますので、全て削除したいという場合には、ここの全ての再生履歴を削除というところをタップしてください。で、再生履歴がですね、保存しない設定にしたいという方はですね、ここの再生履歴を保存しないというところをタップしてください。というところで、ここまでがですね、その YouTube の動画の再生履歴を削除したりとか、保存しない設定にするというところでした。で、次にですね、その検索履歴を削除する方法を紹介します。このホーム画面のですね、画面右上にこう虫眼鏡のマークがありますので、そこをタップします。するとですね、このような形でですね、検索履歴が表示されるかと思います。で、この検索履歴がですね、表示されたら、その削除したい検索履歴をですね、指でこう右から左にスワイプしてやると、こんな感じで削除っていう項目が出てきますので、そこの部分をタップして削除してください。するとですね、こんな感じで、こう、一つ一つの履歴を削除することができます。それで検索履歴をですね、まとめて削除したいという時はですね、画面右上にある YouTube のアイコンというか、アカウントのアイコンマークをタップしまして、そこで出てくるですね、設定というところをタップしてください。で、設定というところをタップしまして、その中に出てくるですね、すべての履歴を管理というところをタップしてください。するとですね、こんな感じで表示がされますので、ここに削除っていうのがあるんですけど、これ選んでですね、今日のアクティビティを削除とか、指定の期間を削除、すべてを削除というのがありますので、その検索履歴をですね、消したい期間を選んで削除すると。で、ただしですね、一点注意点としては、先ほど私、別のアカウントで試したんですけど、すべてを削除とやったらですね、その検索履歴のみではなくてですね、その再生履歴の方も一緒に消えてしまったというところがありますので、そのすべてを削除とか選ぶ際には、その再生履歴の方も削除される可能性があるという点はご注意ください。で、ここの YouTube の履歴を保存していますというところをタップするとですね、このような表示が出てきますので、その検索履歴を今後ですね、残したくないっていう場合には、ここのですね、 YouTube の検索履歴を含めるっていうところのですね、チェックマークを外していただくと、検索履歴が残らなくなります。試しにやってみますかね。チェックマークを押しまして、画面スクロールして、ここの一時停止というところが色づきましたので、そこをタップします。で、設定がオフになりましたというところ で、過去の検索履歴消したい場合には、ここの古いアクティビティを削除というところを選んでいきますが、一旦ここで OK とすると、 YouTube の検索履歴を含めるというところがですね、チェック外れたので、履歴が残らない状態となりました。またですね、まあ、このあたりの細かい設定をいじらずにですね、まあ、より簡単に一時的にですね、履歴が残らないようにする方法も紹介します。で、その方法がですね、このアカウントのアイコンのとこタップしてですね、ここにシークレットモードを有効にするというのがあるんですけど、これをタップします。すると、こうシークレットモードを使用というところで、まあ、これ使うと履歴とかが残らないよっていうところなので、まあ、手軽にですね、履歴残さないようにするっていう場合には、このシークレットモードっていうのをですね、使ってください。で、改めてそのシークレットモードを解除したいときには、このなんかメガネの探偵みたいなアイコンタップしまして、その中のシークレットモードを無効にするというのをやるとですね、このような形でその普段使われているアカウントの設定で利用できるようになるというところです。